こんにちは。今回はトレードしててぶっちゃけしんどいと思うことって何ですか、しんどいことってありますかって質問ですよね。最近なんかちょっと立て付けにもらったので、それについてお答えをしていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけしんどいことあります。ちょっとね、ここ数日のチャートを見つつ解説をね、その辺の話をしていきたいなと思うんですけども、まずですよね、直近やっぱりイラン情勢ですよね。トランプがですよね、そのイランのね、あの革命防衛隊のスレイマニでしたっけ、スレイマニ司令官を、まあ、空爆で、まあ、殺害したというところから波乱の幕開けでね始まったんですけども、その後ですよね、まあ、イランがその報復するのかどうかっていうところが結構注目をされてましたね、その直近では。で、まあ、ないんじゃないかと、イランが、まあ、アメリカにね報復をするってことはないんではないかと一旦上がったんですよね。で、僕その時日経225をロングしてました。で、まあ中にはドル円をショートしてる人とかロングしてる人もいたと思うんですけど、僕はもう日経225に絞ってロングしたんですね。これ絶好の買い場だなと思ってたんで勝負に出ました。で、どうなったかっていうと、1回ですよね、結構売りが乗ったんですよ。だってエントリーしたのが、これね、日経225の4時間足なんですけど、エントリーしたのが 23,130円とかこの辺なんですよ。あ、でもまあ円建ての日経なんで、もうちょいこの NIY ってやつなんですけど、それだともうちょい上かな、この辺になるのかな。はい、まあここのブレーク、そうですね、2万3000円の攻防ですよねを見ながら、あ、2万3000円やっぱ硬いよねっていうのを確認してからロングをして、その後、2万3570円まで上がったんですよね。で、途中2万3400円で1枚リグって、残り3分の2のポジションを2万3600で、もう1枚決済で、で次に、まあこの高値2万4000円超え、もう1枚、最後の1枚をね、残り3分の1のポジションを引っ張りますみたいなことを僕多分動画で言ってたと思うんですよ。で、その直後どうなったかっていうと、その翌日ですよね、まあ深夜か朝方だと思うんですけど、多分1月7日ですよね、イラン側が、まあ、イランの誰か分かんないですよ、イランを支持してるその武装グループか何か分かんないんですけど、米軍の基地に確かロケット弾を撃ったというニュースが流れました。で、それで、まあ、死者が出てるのかどうか、アメリカ人に被害が出てるのかどうか、いまいち分からないっていう状況になって、また相場がちょっと若干パニックになり、一気に落ちたんですよね。で、かなりここで売りの出来高が出てます。で、一回ね、僕のエントリーのブレイクイーブンポイント割ってきたんですよ。22,950円ぐらいまで、これ下ヒゲをつけて、あ、これもう23,000円割っちゃったなみたいな雰囲気に一回なったんですよね。で、結構ね、こういう局面がすごい重要、かつトレードしててしんどいなと思うところなんですよ。何かって言ったら、やっぱね、ある程度この値幅を取りに行こうと思った時に、やっぱ途中こういう動きをしてくることっていうのはあるんですよ。ロスカットラインギリギリまでもう一回試しに来るっていう動きはやっぱね起こるんですよね。で、その時にその値動きを見てたら、リアルタイムで見てたらですよ、もうグワーッともうめっちゃ下げてくるわけですね。で、板とか見てたらなおさらもう売り板バンバン食われていって、もうどんどんもうすごい勢いで、怒涛の勢いで下げていくわけです。すごいスピードで。そしたらもう怖くなっちゃって、自分のポジションを手放してしまう場合が多いんですよね。ただし、そういう局面こそ、自分が一度決めたポジション、立ち位置。ポジションって立ち位置ってことじゃないですか。これ前も言いましたけど、相場に対して自分がどういうポジションを取ってるのかっていうことを、その信念を曲げてはいけない。一回掴んだものは、もうそれが完全に覆されるまで握り続けるっていうことが、大きなチャンスを取るためにはすごい重要なんですよ。その大きな流れに乗るためにはめちゃくちゃ重要っていうことですよね。で、一回かなりの含み益出たのが、僕一旦ゼロになってマイナスになってるんですよね。でも損切りしなかったんですよ。損切りしなかった、耐えました、そこは。で、ぶっちゃけね、やっぱその耐えてる時はちょっとしんどいなっていうのはあります。一回かなりの含み益が出てたものが毎転するわけですから、まあ心理的にはちょっとしんどいですよね。
でも何かって言ったらね、前と何が違うかって言ったら、昔はそういうその感情にまあぶらされてポジションを投げてしまうっていうことをよくやってました。でどうなるかっていうと、投げた後に戻っていくんですよね。でそれを指を加えて見てる、すごい悔しい思いをして見てるっていう経験を何度もしてきて、うん、なんかやっぱりね、その時に思ったのは、自分の信念だったりとか、その軸とかをすごい試されてるんだなっていう風に思うようになってたんですよ。でもね、その前別に最初からそう思えてたわけじゃなくて、最初はやっぱりくっそーみたいな、ふざけんなよみたいな、こんなストップロスで俺を借りやがってみたいな、で結局戻ってくんだろ、ふざけんなマジでみたいな思ってた時はあったんですよね。でそれでどうなるかっていうと、結局復讐心でトレードをしてしまう。で復讐心でクソっていう、その感情を消化したいがために取るポジションっていうのは、もう相場を見てないんですよね。目の前の値動きを見てないトレードになってしまう。だからチンプンカンプンなわけわかんないところでエントリーする、高値掴みをしてしまう、安値掴みをしてしまう、ロットを上げすぎてしまうっていう風に、そこから自分のトレードが崩れていってるなっていうことを、すごいなんか感じるようになっていったんですよ。うん、でそれはトレードだけじゃなくって、普段の人間関係とかでも、自分の思い通りにいかなかった時に、なんでそんなうまくいかないんだみたいな、それはまたね、自分を責めてしまったり、時にはその関わってる相手を責めてしまう。で、まあ、なんでねそういうことをまあしてしまうかっていうと、まあ、それってこうやっぱ自分のこう支柱というか、自分の判断基準っていうのが、まあ、まだまだできてなかったからだったんですよね。うん、だから何か問題が起きた時に自分がブレてしまう。でそのブレてる自分に耐えられないから、それをこう誰かにぶつけることで、その自分の安心感を得たいっていうのがやっぱあったと思うんですよ。でトレードもやっぱね、それがすごいもろに出るんですよね。だって自分の判断、結局全部自分の判断ですから、最終的にそれは全部自分が責任を取らなきゃいけないわけですよね。でも失敗した時にそれを受け止められないと、相場が悪い、何々が悪い、誰が悪いみたいな感じになってしまう。あ、トランプがあんな発言しなければとかね、それも全部込み込みでトレードなんで、まあだからあの自分がね、どういうその立ち位置、を持ってエントリーするのか、どういう証を持って、根拠を持ってねエントリーするのかっていうのが、まあめちゃくちゃ重要だっていうことなんですよね。うん、なのでまあ今回そのね、一回含み益出たところから含み損になって毎転してしまった時は、まあ若干ちょっとしんどいなっていうかっていうのはありました。まあでもね、まあここが明確なサポートとして効いてるわけですから、ここを耐えなきゃいけないところなんですよ。これはこれを明確に突破してきたら、もうロスカットするしかないんですけど、ここは踏ん張りどころなんですね。でその自分が何を背にしてどれぐらい踏ん張るかっていうところは、やっぱ自分でそれはね分かっておかなきゃいけないですね、トレードするときっていうのは。でそれが自分がエントリーする根拠、証なわけですよ。だからそれが崩れるまでは耐える、ちゃんと掴み続けるっていう、その意思というかね、うん、その軸っていうのがすごい、重要になってきます。ただしですよ、ただしそれが崩れた時に大事なのはね、ここからが大事なんですよ。それが崩れた時にいかに執着せずに今度は手放すかっていう、わかります？このね、一見矛盾する2つを持ち合わせなきゃいけないんですよ。絶対その掴み続けるんだっていう意思と、でも一線を越えた時に、ああもうこれはダメだなって時に手放せるっていう身軽さ、この両方を合わせ持った、信念のある、ある意味日和見主義者というかね、うん、一貫性があるだけど柔軟性もあるっていう、この両方相反する、この両方を兼ね備えるっていうことがやっぱトレーダーとしてはすごい重要なんですよ。でこれってね、やっぱね、もちろんトレードをやっていく中で身についていくっていうことももちろんあるんですけど、日常生活からそういうのをやっぱり意識して、まあ、やっていくっていうことがとても大事です。そういう思考の癖、そういう価値観をに慣れていくっていうことですよね。それがやっぱ出ます。でね、やっぱね、いざっていう時にそういう自分の普段思ってることを考えてること、無意識の思考っていうのは出ます。行動に。これを意識してぜひトレードの練習だったり日常生活を送ってみてほしいなと思う。それだけで多分ね、トレードスキルってめちゃくちゃ上がるんですよ。それはもう意識できるだけですごい上がります。はい。ということでね、結果的にどうなったかっていうと、日経ですよね、一回まあ下まで落ちた後戻しました。で
戻してからまあしばらく僕ポジションホールドしていて、結局ね今 23,770 円まで来てますけど、 23,550 円ですね、一旦、決済しました。ここですね、だから直近ここの高値まで到達したところで、あ、23,545 円ですね、23,545 円で残りのポジションを、決済をしました。まあ結構なプラスにはなったんですけども、うん、でもちろんですよね、その耐えるっていうことだけが正解ではもちろんないんですよ。こうじゃなければいけないっていう思考っていうのは相場では危ないんですよね。ではなく、どういう戦い方を自分は選ぶのか、そしてそれを貫くのかっていうところが重要なので、別に例えばここまで上がってきた時点で、あ、ちょっとこれもう一旦弱くなってきたなってことで全部リグっていいんですよね。リグってもう一回ドカーンって下げてきたところを23,000円割ったところをまたロングで拾っていって、もう一回取りに行ってもいいんですよ。別にそれはそれでいい、それはそれでいいんだけど、何が共通してるかって言ったら、この23,000円のところはサポートが効いてるよねって、ここを突破しない限りロングだよねっていうところはどっちの選択をするにしても共通してるところなんですよ。だからそこを守ってる限り、細かい戦略に関しては自分に合うやり方をやったり、一旦リグってもう一回拾う直すでもいい、一回持ったものをリグわずにひたすら引っ張るスタイルでも別にいいんですよ。それは自分が選択したらいいわけですよね。でもその軸にしているものをぶらしてはいけないっていうことだし、そこが最も重要、その戦略のところですね、戦略思考かっちゃんのところですね、もっと言ったら。でやり方手法戦術っていうところは別に多少それは緩くてもいいというか、自分がやりやすいやり方をやったらいいよねって、いうことになります。はい、ということで、まあ、日経に関してはね、今一旦23,800円まで上がってきましたけど、まあ、ここから再度高値を突破していくか、一旦レンジですよね、これはね、持ち合いに入るか、まあ、ただ S&P500 はね、強いですね、もう最高値をまた超えてきてますん でやっぱりね、これも年初の動画で話したように、一旦ドカーンと下に下げてから再度アップトレンドの流れに持ってくっていうのはもう鉄板の動きなので惑わされないようにしましょう、それはね。うん、あ、もうこれ暴落なんじゃないかっていうところが大体そこですから、トランプはそれを意図的にやってると思っていいと思います。なので今後も、イラン中東情勢、そして中国情勢とかでそういった突発的なニュースは出てきますけども、大体ドーンってサプライズが起きて冷静になった後は戻していきますから、しばらくは、そういう戦略で、調整ですよね、一旦の調整の下げでロングを拾うところを見つけていったらいいのかなと思ってます。あと最近ですよね、金がね上がってるっていう話をしてるんですけど、今日ですよね、改めてなんで金上がってるんだろうと思ってた時に別の仮説を思い立ったんですよ。ちょっと数日前も話したんですけど、ちょっとね全く違う視点を思いついたんで、それまたちょっと別の動画で話したいと思います。ちょっとねこれはあるんじゃないかなっていうのを思いついたんで、ちょっとまた共有させてもらいます。はい、ということで、ちょっとね金を一応見てみましょうか。金はね、まあ下がってきたところをまた拾いたいんですけど、まだ買い場がこんな感じでね、金が一旦長い上髭つけた後下がってきて、ちょっと買うタイミングを今測ってるところではあるので、またどっかでロングは拾いたいなと思うんですけども、まあ、今日まだまだアップトレンド基調ではあるということですよね。あともう一個は、ユーロドル、ユーロドルもこれ逆張りからのトレンドフォロー綺麗にはまるポイントがありましたね。ここですね、はい、ここを見事に逆張りからのトレンドフォローで、ショートここですね、まあ、詳しくはメルマガ登録していただくと逆張りからのトレンドフォローですね、僕の鉄板 のトレード戦略手法なんですけど、その詳しいエントリータイミングポイントとかも全部解説してるので見ていただきたいんですが、ここちゃんとやってたら取れてるはずですね。この辺でエントリーして、まあ、ここまでもう落ちてきてますから、ユーロドルの売りでショートで結構の値幅は取れてるんじゃないかなと思います。こんな風に結構もう年初からチャンスは来てますよね。あとドル円も今だいぶ円安の方に戻してきましたね。はい、綺麗に全戻しですね。ここからねさらに円安に行くかどうかはちょっと様子見です。一見行きそうなんですけど、状況的にねいきなり円安に飛ぶのはちょっと考えにくいところでもあるので、その国際情勢不安定ですから、で基本円買いが強いので、まあ、ここからどうなるのかちょっと見どころですね。ちょっと様子見っていう感じです。こんなところですかね。はい、ということで、そういったねその耐えなきゃいけないところも含めてトレードですから、まあそこもこうなんだろう、受け入れていくというか、
ちょっとこう余裕を持って見ていくっていうことが長くねトレードで収益を出していくためにはすごい重要なんじゃないかなというふうに思います。なのでぜひトレードの時だけじゃなくね今日話した内容っていうのはぜひね日常生活の中からですねぜひやってみていただけたらと思います。ということでまた相場動いてるので相場の解説とかあと改めてその金のね動きがどこから来てるのかですよね、なんでこんな金上げてるのかっていうところもちょっとまた喋りたいと思います。そっちも楽しみにしてください。ということでチャンネル登録とまた高評価の方をぜひお願いします。あとですね、メルマガの方ではその戦略のねトレード解説の動画だけじゃなくってなかなか動画では話しきれないような本当のトレード上達の真髄についてもいろいろと話してます。なかなかこの短い動画では伝えきれない本当のそのコツというかその辺もメルマガで詳しくがっつりと書いてるので、ぜひね参考にしてもらってそれを読んだ上で動画を見ると多分全然入り方が変わってくると思います。拾える情報量も増えると圧倒的に増えると思うのでトレード上達も飛躍的にスピード上がるはずです。なのでぜひそれも合わせて読んでみてもらえたらと思います。でメルマガの方はですねこのこっちからですよね登録ボタンがあると思うのでそこからぜひ登録して逆張りからのトレンドフォローですね多分今後さらにチャンスどんどん出てくると思うので見ていただいて大きな値幅をですねぜひ取れるようになってもらえたらと思います。